レアル・マドリード最新ニュース・エムバペ。影響でビニシウスが移籍か。フランス代表。キリアン・エムバペが来シーズンからレア。マドリードに加入すると多くのメディア。報じており、現在チームの主力として活躍す。ビニシウス・ジュニオールの起用にも大。な影響を及ぼす可能性が高い。A メディア、チーム特は。イニシウスがエムバペの影響で移籍するか。 ショーについて現地時間5日に報じている。今週のレアルマドリーはスポーイー・ビーナウで配信中。ユー・ネクストからか。で無料トライアル実施中。PR ブラジル代表の部。ニシウスは現在レアルの絶対的な主力都市。活躍している、今シーズンは30試合で18ゴール6ア。ストを記録しており、ウエファチャンピオンズリーグ。 ー c l でも4ゴール7アシストを記録した。もっとも。シーズンは、ムバペがレアルに加入するか。賞が高いと多くのメディアが報じており、今。ズンとは全く異なるチーム陣容にな。ことも考えられる。左のウイングでもプレーキルエムバペは、ビニシウスからポジション。オーバウだけではなく、世界最高の選手の一人と。 手味方の選手から最も頻繁にボールを。救される可能性も高い。同メディアは、エムバ。の加入により、エゴの衝突が起きる可能性が。いいと述べた上で、選手たちが同じポジション。プレーすることがあるという事実がある位置。で、これまで多くのスーパースターがである。そうしたように確実に共存する可能性もある。どうなるのかは、まだわからないと。 両選手の。ライについて言及した。また、スター選手の衝突。見越して、チェルシー・リバプール・パリサ。ジェルマンが獲得に向けて動いており、1億7000万。度、約272億円程度でオファーをする可能性も。ルと同メディアは報じている。特に、リバプール。に関しては、エースのモハメド・サラーが今。ずん限りでサウジプロフェッショナル。 グに移籍する可能性があり、同メディアは、ラーの売却で利益を得られる可能性があり、イニシウスも同様の才能を持った選手でも、移籍すればその穴を埋めることになるだろう。と伝えていた。関連記事どっちが高額 ?L。ラシコ年報ランキング1から10位。 バルセロナとレアルマドリードを比較レアルマドリード24分の23スタメン全選手紹介フォーメーション両コラムスペインスペインリーグニュースマドリーラリーガリーガエスパニョーラレアルレアルマドリー,レア,ドリードレアルマドリードレアルマドリッド欧州サッカー海外サッカー